じゃこんにちは。種を作りました。種を作りましたね。まあちょっと1秒ぐらいの。あのスタート、まあ、開幕したての頃にこういうチームはこう、ね、波に乗っていけるし、ここで置いてかれたらちょっと厳しいぞなんて話も豊さん動画内でしてくださいましたけれども、まあ、今、ね、夏真っ盛り。いや、あのさ、うん、将来性が見えてくるチームがあるよね。あ、この時期ですか。いやだからさ、年次をこう、はい、いろいろ見ていくとさ、はいはい、まあ、ヤクルトが強くなった時っていうのは、はい、あ、この若手が出てきたねとか、うん、ピッチャーが良くなってきてるねとか、うん、そういうなんかこう見えてる部分ってあったじゃない。ありました、ありました。それがさ、今年なんかはっきり見えるチームがあるね。これは強くなっていくっていう。セッパ両方と思ってた。それとも12球団の中で。あ、12球団の中で。え、どこですか。いや、まずはさ、ヤクルト。あ、やっぱ村上があの4番でさ、しっかり育つとさ、はい、西浦がいるでしょ。西浦も覚醒してきてるでしょ。そうです、そうです、ね、はい、で奥川がいるでしょ、はい、そうなってくると、うん、俺やっぱヤクルトは将来的に強くなると思う。だからその今年とかではなくて、例えば2年後3年後ってことですよね。そう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 。おお、いや今年は俺は最下位予想だから、はい、ヤクルトはね、申し訳ないけど、うん、やっぱピッチャーがいないということで、はい、だからそういう意味で、いい経験を積ませてあげたいなっていうふうに思う。だから村上なんかもうなんかセリーグの4番かぐらいの貫禄風格が出てきてるしね。だから去年のがやっぱり本当だったんだなっていうのが今年。え、お前疑ってた。いや、お前失礼だな。疑ってない。いやだからね、ほら、去年のあれは、あ、今年も引き続きだから、うん、あ、やっぱり本物だったんだっていうふうに確信してる方も多いと思うんですよ。例えば翌年ちょっと調子落としちゃうとか。まあそうだね、はい、なっちゃうんですけど。だからまあジンクスでしょ、2年目のジンクスとか、はい、まあそういうことはもう彼にはもう関係ないね、うん、無縁で。すごいですね。もうさよなら満塁ホームラン素晴らしかったね。それもさ、あれ、なぜが素晴らしいかって言って逆方向に打ってんだよね。だからインサイドなんて強く振れるとか投げてこないっていう頭があるんだよ、やっぱ考えてっていうこと。だから向こうに打ったんだよ、で見事。いや、すごいですね。で西浦はその試合、はい、同点同点って打ってるからな、ホームラン。すごいですよね。いやだからそういう意味では、あの野手の柱が出てきた、はい、で山崎っていうのも出てきてる、うん、はい、ね、あの外野手の、うん、で奥川ガイル、はい、そうなってくるとやっぱね、ヤクルトは将来的に強くなる。そうですね、絶対強くなる。じゃあちょっとね、2年後3年後、うん、もう多分上位にいるんだろうなっていうのが見えてくるってことですよね。あとは巨人、はい、いや、まあ巨人はもともと強いんだけど、うん、ね、あのね、うん、畳みかけるようなダイソーを出してくる、はい、今年すごいですね。いや、すごい。いや、あれはやっぱ相手にとっては脅威だよ。あれは今年どうしてですか、原監督ああいうふうになってきてるのは仕掛けてる。いやだから1点を取れる野球をやろうとしてる今年。ああ、だから接戦になるだろうという計算のもとで、はい、その時にやっぱスペシャリストがいるという、うん、まあ鈴木貴弘って、鈴木貴則か、鈴木貴弘か、はい、がいたじゃない、はい、だからそういう2世を作りたいっていうことも考えてるよね、うん、だからそこでボンボン出してる。でもああいう選手たちが、粘りのある選手たちがやっぱレギュラーなり控えなりいたら、はい、もうどん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 こう活性化してくるよね。そうですね。しかもその足の速い選手たちが足だけじゃなくて打つ方でも、いや、粘ってんだよっていうのがすごいんですよね。そう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 、重信なんかはホームラン打ったりとかな、はい、非常に良くなってる。そうですね。なんか近年その巨人っていうと一発とか大きいとか長打とかそういうのも目立ちましたけど、すごくそれにプラスその小技の効く選手たちがすごく整って、ね、いい感じに作用してますね。それは俺が言ってるよね。なんかちょっとまとめてまとめ、ま、お前がまとめてんの。俺まとめたつもりなんだから、かぶしてきてるよ、だいぶ。なんか、お前の情報みたいになっちゃってる、最後かっさらってきましたね、私が。やめてくれる。でも、巨人って大概ずっと強い上に、まあまあ強い上に、そうなってきちゃうと他のチームが、いやいや、レギュラーはあそこは歴代しっかりしてるのよ、はい、うん、ただやっぱサポートがどうなのかっていうところ、はい、だからそのサポーターがしっかりし始めてるっていう、うん、あとは中日。お、中日も。中日はね、野手はね、そうでもないんだよ、うん、今がピークの人間が多い感じがするんだけど、はい、ピッチャーが良くなる。お、間違いなく良くなる。山本とかもそうだし、はい、梅津とかもそうだし、はい、あ、岡野もそうだし、はい、
だから結構ね揃っときて、だからこういう人たちがちゃんとローテーションを組んで活躍するようになったら、はい、2,3 年は強い。いやいや野手がその間年取るから。だから大島選手だったり平田選手あたりがってことですよね。そうそう、そこにとって変わるこう若手だったり中堅クラスが野手が伸びてくれるといいね、はい、だけどピッチャーは確実に良くなってる、はい、で名古屋ドームでやる分にはやっぱピッチャーが主導権を取らないとダメだから、はいね、接戦になるから、うん、だからホームランも出にくいでしょ、はい、だからピッチャーを育てるっていうのはすごくいいんだよね。だからすごくあの中日も楽しみになってきた。で心配なのが DeNA、いや今強いですよ、強いでしょ、はい、打線見たら破壊力あるよね、はい、で球場見たらやっぱ破壊力の打線を組んだ方がやっぱホームランが出やすい球場だから、はい、それはそれでいい、うん、だけど、はい、若手が伸び悩んでる、若手がだから、ね、とっかえひっかえだから、はい、だから伸びちゃ落ち伸びちゃ落ちみたいな、うん、そんな感じになってるし、あとはね柔軟性がない。その柔軟性というのはだから、まあ、例えばダイソーをパーンと差し替えて巨人みたいに出すとか、うん、そういう1点を取ることに苦労する。大量点取ることはうまいかもわからないけど1点取ることに苦労し始める、はい、そうなってくると辛くなる、うん、だからここら辺があの足腹が速い選手が多いんだけど、そういう選手を優先的にこう鍛えていくとかさ、うん、そういうことをやっていかないと、はい、やっぱ将来的にはあの外国人3人がポンと抜けた時にどうするんだ。そうですね、そうなってくるんだよ、はい、野手小粒が多いから、うんね、だからそこら辺をこう将来的に考えとかないと結構厳しいかなっていうふうに。じゃあちょっと DeNA はそのあたりを気をつけないと。だ今は強いよ、はい、今は強いけど将来的な設計はできてるのかっていう。あとパ・リーグの方ではどうですか。ソフトバンクはさ、いろんな選手が出てくるんだけど、やっぱベテランが多いから頭打ちになってるんだよね、はい、そしたら頭打ちになってくると伸びていってるのに、なんか峠を過ぎちゃうっていう、はい、峠の花ちゃんになっちゃうわけ。峠の花ちゃん知らない、知らない、ちょっと。いや俺が住んでるところに峠の花ちゃんっていたの、はい、怖いおばあちゃん、はい、それは峠の花ちゃんって言ってたんだけど、まああんまり関係ないな。そうですね、まあ峠の花ちゃんになっちゃう、峠の花ちゃんはいい、はい、でも峠を過ぎちゃうっていうところが、はいはいはい、ね、せっかくいい選手がいっぱいいるのに、うん、だからそこら辺でなんかこうバランスが悪くなってきてるんだって。選手はたくさんいるよ、はい、選手はたくさんいるけどバランスはどうなんだっていう。そうですね、うん、新陳代謝をもうちょっと激しくした方がいいんじゃないかっていう選手がいるわけだから、なんかそんな感じもし始めてる。あと日本ハムがいいね。ハムいいですか。良くなってくると思う、はい、これはやっぱりさ野村と清宮、うん、はい、清宮は今年パッとしないけど、はい、まあ、野村っていうのが、まあ、率は悪いけどちょっと華々しい活躍をしてるよね、うん、サヨナラ打ったり逆転サヨナラ打ったりとかさ、はい、ホームラン打ったりとかさ、いろいろしてる。で清宮も順調に育てば、まあ、そこそこの選手にはなる、はい、そうなってくると柱が立ってくる、うん、だからそういう意味では日本ハムも今年は低迷するかもわからないけど、はい、将来的な希望は持てるチームになってきてる。だからそうやってそういうふうな目で見ると、うん、なんかプロ野球も楽しいなと思って。あ、そうですね、まあ、今年じゃなくてそのあこのチームは 2,3 年後絶対来るぞっていう風な見方ってことですよね。だからまあそういう意味では今年のプロ野球っていうのは、はい、あの日程が詰んでる。そういう意味ではそういう見方をしてると、うん、もうあっという間にプロ野球って終わるからさ。今年は早いですもんね。いやだからあ将来的にはあこのチームは希望持てるなとか、はい、そういう見方をするとすごく楽しいと思う。オリックスは全体的な雰囲気を変えた方がいい。なんかね、いつも期待を裏切られる。なぜなんでしょうかね。なんでだろうね。もうカリスマ性のある監督連れてくるとかさ、まあ別に西村が悪いって言ってるわけじゃないけど、はい、悪いって言ってるわけじゃないけど、はい、なんかパーッとした雰囲気をちょっと変えた方がいいかもかな。だから例えば昔の あの大木監督みたいなとかですよ、ね、まあ、星野監督みたいなとか、はい、野村監督とか、はい、まあ、そういうなんかこう何か一つやってくれそうな、いや西村がやらないって言ってるわけじゃない。そうですね、まあ以前だ西村さんだったり岡田さんも監督されましたし、もうちょっとなんかそのカリスマ性、岡田さんでいいんじゃない。もう一回岡田さんですか、うん、俺はほうよって言わせたけど中さんでいいじゃん、岡田さんもう一回とか。いや岡田さんはあの関西で、はい、やっぱ関西の人だし、うん、で事情通もあって、はい、岡田さんやらしても面白いかなと思うけどね。もし豊さんどうですか、オリックスから来たら、
出すのやるよ、やるやるやる早いな、え、この…いや、監督しかやらないって、監督だったらやるから。このチャンネルはどうなるんですか。このチャンネル持っていくよ。意味が分からない。関西移動だから。で、監督室からやるんですよね、毎回ね。あ、じゃあちょっとね、オリックス選手呼んできちゃうあ、どうなってんだ、あのプレーはって聞いちゃうから聞いちゃうから聞いちゃう。講師なんか乱用恥ずかしいですね。いや、そんなことない、恥ずかしいだろってカメラの前でね、自分のミスを喋るって。そうです、だから頑張らなきゃいけない、うん、監督がミスした時どうしたの、采配ミスの時は。いや、もう土下座だよでも監督はミスは認めちゃいけないんだよ。あ、認めちゃいけない。それは最後にチームの成績として認めるだけで、うん、ワンプレー一つのサインを認めたら、うん、もう監督なんかやってらんない。大変だよ。そうなんですね。ちょっと話はそれましたけれども、だいぶな。そうですね、まあ、今シーズンね、はい、見ながらちょっと 2,3 年後、いや、ね、楽しみな、うん、また楽しみな選手とか、はい、楽しみな、あ、こういうところ良くなってきたなっていうのが、あ、ロッテもいいわ。ロッテすごいじゃん。忘れんなよ私忘れてない。お前なんかお前仕切りだろ。違う、ロッテ 初耳です。あ、そうだっけ。いや、でも今年、いや、佐々木朗希が入りみたいな、好調ですよね、キャッチャーの佐藤俊也とかもいいし、はいはいはい、いや、楽しみだと思うよ、ロッテも。すごいですもんね、うん、今年覚醒してますし、うん、ね、だからまあそういう楽しみを見つけてね、はい、まあ皆さんも応援してください。はい、ね、はい。